太平洋戦争末期の沖縄戦で日本軍の組織的な戦闘が終結したとされる日から今日で78年、沖縄は慰霊の日を迎えました。平和記念公園であった追悼式には岸田総理も参列しました。私たちが今享受するこの平和と繁栄、これは戦没者の方々の尊い命と苦難の歴史の上に築かれたものであり、これをしっかりと守り抜いていかなければならない。公園にある平和の礎には沖縄戦に向かう途中沈没した戦艦大和の乗組員を含む296人の広島県出身者の名前が新たに刻まれました。名前が記された犠牲者は24万2000人余りとなりました。